どうも、ドラ、テコエモンであります。うへへへへ。久しぶりのドラレコドライブ。始まり、始まり。今日は関門トンネルであります。まずはコース紹介。九州側の北九州市と、本州側の下関市を、車道の距離で3461メートル。海面から約50メートル、海底から20メートル、海の下を掘り進んで作られた、車と人が歩いて通ることができる、海底トンネルです。今は、北九州側にいます。次の信号を渡るとトンネル入り口の、恐怖の料金所が、待ち構えています。普通車で160円、軽自動車110円。歩行者は入り口は違いますが、無料です。自転車、原付は20円。歩行者と同じところを走ります。手で押して歩いてですが。ということは、お財布を忘れた人は、歩いて渡るしか方法がありません。出かけるときは帰りの分も、持って出て行ってね。現金しかダメなので気をつけてね。今回は久しぶりの前編、早送りなしの映像で、お送りします。今日は2020年10月6日、天気は晴れ。労働を終え、小倉南区で、野鳥観察者での、野鳥撮影も終えて、今年2回目となる、山口県の野木浜市にある、野木浜公園野鳥観察所に、向かっているところであります。その様子はもうアップしたので、よろしくね。うへへへ。この日は予定通り、いい一日でした。なるべく高速は使わずに、安上がりに済まします。来ました、テコエモンの番です。恐怖の瞬間が訪れる。テコエモンから110円が離れていきます。握りしめていたので華麗に通過できました。では、本編スタート。おなじみのフグの入り口が見えてきました。これから、深い、地下へと潜っていきます。これよりはガレコエモン班は、海底のそのまた下の、地下58メートルの地点に、勇猛果敢に挑むのであります。ただ、車で通り過ぎるだけじゃん、って思った人、お水かけちゃうぞー。うへへへへ。ここで関門トンネル簡単解説。今を去ること、81年前、昭和14年、起工式が行われました。昭和20年、大戦の影響で、昭和27年までの7年間、工事が中断してました。その後再開され、昭和17年に開通していた、関門鉄道トンネルより遅れること16年後の、昭和33年3月に、産声を上げました。その後昭和48年、関門橋が開通してからも、現在に至るまで、1日の交通量が、約3万台と、大活躍の、海底トンネルであります。高速道路を使わずに、一般道を走っていると、自動的にこの国道2号線にぶつかります。テコエモン、子供の頃、父親の運転する車で通ってましたが、その頃はまだ、壁が白いタイルで貼られていて、そこに水深が順番に書いてあった記憶があります。間違いのないはっきりした記憶ですが、証明はできません。そう考えると、両つべなんかに、映像として残っていてすぐに確認できる今の時代は、大変便利です。今の子たちが30年後、この映像を見て、昔はこんなだった。なんて思ってくれるかな？老朽化が囁かれている関門トンネル、30年後の姿はいかに？30年後また来ます。生きてたらねー。令和時代は生き延びちゃうと思います。結構長いトンネルです。これを海の下を、掘って、掘り進んでいくのは大変だったんでしょうね。世界初の海底トンネルが、隣を走っている鉄道用のトンネルだから、お手本もなく手探り状態だったんでしょうね。体長100メートルくらいのモグラでもいれば、話は変わってきますが、どうも、理想もないとのことなのですごい労力であります。戦前戦後のお話ですからね。橋もトンネルもどっちもあるのは、関門海峡くらいでしょうね。と、今は言ってますが、この時は、甘さぎいるかなとか、夏鳥はもういないかなとか、亀と小サギは元気かななんて野鳥館のことしか考えてませんでした。そのどれにも会えなかったことなど、知るはずもなく、のほほーんと走ってました。ちょっと話疲れたので、ここでお水タイム。控えめに言って美味しいです。もう半分の山口県側に入ってると思われます。何も用事がなかったので勘です。勘。なんてね、登っていっている感じがしてたのです。道路のすぐ下を、人がテクテク歩いていくところで、地下58メートルなので、一番下まで降りたとは言えませんが、一応、今回のミッションは、成功の日の目を見たと思われます。まあ、最初から、ミッションインポッシブル、ではないじゃん、と思った紳士淑女の皆さん、お待ちかね、
お水かけちゃうぞー。うへへへへ。お気に入りのセリフであります。トンネルに入って出ていくまでに約4分の時間が必要です。北九州側から入るときは料金所渋滞でなかなか入れずに時間だけが過ぎ去っていくことも時間帯によっては毎日ありますので、はい、ご利用は計画的に。あ、山口県側からは入ったことがないので分かりかねます。こっちに来るときは高速使用できています。そう、経済活動であります。まあ、片道分は立て替えてるだけで後から返してもらえるんですけどね。でも下道で名古屋までは毎回きついです。結局この後は乃木浜に寄って下道でテクテク帰りました。もうすぐ出口が見えてきます。 3461m の道のりを足早に駆け抜けました。110円以上の手応えを感じます。ぜひ、後世にも残してほしいトンネルであります。あ、UV 対策はお済みですか？紫外線の下に出ますよー。ゴール。海をモチーフに描かれた、鮮やかな壁の道を抜けると、下関市であります。これで、ドラレコドライブ、関門トンネル編も、おしまいになります。動画を投稿した10月10日現在、少し涼しくなってきて過ごしやすくなってきました。腹出して寝て体調を崩さぬように、気をつけてね。うへへへへ。それでは次回の動画でお会いしましょう。お相手は、ドラ、ネコエモンでした。まったねー。